茨城市西寒原郡選挙区です。16年ぶりの選挙戦となりました。立候補しているのは、届出順に無所属の現職堀勝重さん、無所属の新人柴山裕さん、自民党の現職桜井仁一さんの3人です。無所属の現職堀勝重さんは去年5月の補欠選挙で初当選しました。 地域住民の声をしっかりと受け止めて、それの問題解決に向けてです、ね、真剣に課題に解決に向けて、真剣に働くと、やっぱりこの選挙、勝ち切らんきゃだめだというふうに思っております保選で惜敗した、無所属の新人、柴山結衣さんです。 同世代の若手から支援を受け雪辱戦に臨みます人口減少、人口減少を言いますが、それに耐えうるこの街を作っていきましょう、それができるのは、先輩方が頑張っていただいた、それを受け継いでいける、今度は私たちなんです、世代間の分断じゃない、一緒に頑張っていくんですよ。経験と実績をアピールするのは 自民党の現職桜井仁一さんです5期20年を経て6期目を目指す戦いです本当に人口が減っています特に若い子たちがそれはやはり若い子たちにとって魅力のある雇用の場が少ないんですコロナがようやく落ち着いてきた今のこの段階で明日の県をの発展の目出しをしなきゃいけない 各候補が重点を置くのは人口減少対策ですまずは、えー、人口が増えることということになるんで、やはり子育てする、産み育てやすい環境づくり、えー、子育てされてる方々がどうしたらいいのかというところ、その声もやっぱり多く聞いていく必要があるんだろうというふうに思ってますし。精一杯やりきります 女性の貧困、そこをしっかりと支援していくことは、経済にとっても、まあ、プラスになると思っていますし、またあの産業、この地域は特に産業がメインでございますから、ただ今、企業さんもすごく困ってます、その困ってる部分、まあ、原材料、電気料、そこの部分、どういうふうに活路を出すのか、その政策をしっかりと考えていかなきゃいけないと思いますこれまでの経験と実績を踏まえて、次の将来は、私がより具体的に物が運べる、進められることができる。 それだけを訴えてきたということで新潟県の経済発展それに次ぐと思っています人口流出にもそれがつながりますから改めて意気込みお願いしますいやとにかく勝たねばならぬ